古い池屋、川ず飛び込む、水の音。古い池屋、川ず飛び込む、水の音。まず、古い池やという句の冒頭で描かれる、古い池屋は、静かで風情のある場所を指しています。古い池のイメージは、長い年月を経て変わらずに存在するものや、 時の流れとの対比を表すものと解釈されます古い池や、買わず飛び込む、水の音古い池や、買わず飛び込む、水の音次に、買わず飛び込むという句が続きますカエルが池に飛び込む瞬間を捉えた表現です カエルは一般的には水辺に生息し、鳴き声を上げることでも知られています。カエルが飛び込む行為は、突然の動きや予期せぬ変化を象徴しています。また、カエルの鳴き声は、自然の中での存在感や季節の変化を表現する要素としても捉えられます。古いケア、買わず飛び込む、水の音。古いケア、 買わず飛び込む水の音最後の水の音はカエルが飛び込んだことによって生まれる水の音を指しますこの音は自然界の音や生命の存在を感じさせる要素として表現されていますまた静寂な状態を破ることで場所に活気や動きをもたらす役割も果たしています 古いケアかわず飛び込む水の音古いケアかわず飛び込む水の音この俳句は静けさや自然の中での出来事を通じて一瞬の美しさや喜びまたは人間の心情の揺れ動きを表現しています静かな場所に突如として起こる出来事や音の存在感は 俳句の魅力の一つとされており、読者に余韻を残すような印象を与えます。